それでは大忍袋やっつけに行きたいと思います。
こしたはい、
行ける。受け投げてこい。よし、来た、チャンス。よし、まだいける、まだいける、焦るな。よし、来た、チャンス。はい。よし、来た。よっしゃー。見たい。なんとかお返しいたす。見事ありました。なかなかとてもいっぱいやられました。はい、クリアです。もう一度ね、ここ慎重に気づく。あ、強かったですよ。なかなか結構ザクラね、後期、まあ、下期か、はい、一応経験値も取っておいて、ちょっとスキルをですね、ちょっと上げたいなと。もう4ぐらい溜まってるので、この、追い切り、これを一応全部取得、この取得できると思うんで、追い切りですね。これを一応、それで、あとはあ、メイド回で取りました。で、あとは、あと3つぐらい、まあ、取り込むやつがあります。よし、その時から、で、その時から9ですか。ちょっと取る10。ここで、はい。狼。ご無事で何？袋を切りました。すまぬ。九郎様。すまぬ。なすべきことをなしたのです。狼、ありがとう。父、これを持っていました。これは床桜の枝か。そうか、フクロウが持っていたのか。はい、これでまた一つ源の功に近づきました。ああ、そうだな、狼よ。巫女様、香の材料を手に入れました。おお、それが源の香の石か。妙な形をしておるな。やはり祀られておりました。そうか、タケル様の記されていた通りだったな。その石のあった祭壇にかぐわしく腰入れ立て祭る、そう書かれておりました。腰入れ、うん、それはどのようなところじゃ。岩戸の奥の洞窟です。うん、そのようなところから腰に乗り、どこへ嫁に行くというのか。考えても拉致が明かるな。かぐわしく。クロウ様、あの場は戦況の入り口なのやもしれません。そうか、かぐわしくとは源の好機をまとうこと、それを指しておるのやもしれぬな。どこに行けばいいんでしょうか。
アプーカいます。狼殿、よくぞ参られました。狼殿、ほんの少し眉間のシワが薄うな九郎様の節立ち、目がまた狼、その背中の刀はもしや。不思議にございます。それが死なぬ者を殺すという刀か。はい、先方寺の越の巫女より授かりました。越の巫女、先方寺の者たちは孫を捨て死なずの探求に魅了されておりました。その末に生まれた偽りの流因を持つ者、それが落ちの巫女たちです。偽りの流因、そのようなものが。待て、巫女たちと言ったか。はい、多くの落ちの巫女が作られ、されど生き残ったのはただ一人にございます。流因はやはり人のありようを歪めてしまうか。授かった不思議りがあれば我が血を流すことができる。これで源の好機にまた一つ近づいた。不死立ちなさねばな。行狼よ、ようやく叶うな。これできっとは源の好機を抱きしめることができるだろう。さあ、香炉に集めたものをくべてくれ。行。香炉集まこれか。はい。巫女様。狼、不思議よ。案ずるな。深くは切らぬ。不思議を抜いてくれぬか。はい。すまぬが目を閉じてくれ。は。もう良いぞ、狼。大事ありませんか。大丈夫。胸のあたりを少し切っただけだ。これが源の好機か。何やら無性に懐かしい。はい。どうじゃ、何か変わったことはあるか。匂いと、それから源の宮、その言葉が頭から離れませぬ。源の宮、タケル様が書き残されていた通り、そこから戦況に通じているのだろうな。その源の宮への行き方だが、かぐわしく腰入れ立てまつる香りの石が置かれた祭壇にそう書かれていました。うん、そなたは源の好機をまとっている。岩戸の奥の腰に入れば源の宮への道が開けるだろう。不死立ちは間近。頼むぞ、狼よ。行儀。どこで。狼よ、戦況に向かい竜の涙を取ってきてくれ。戦況。まずはそなたが香りの石を手にしたという岩戸の奥に行くのだ。そなたは源の好機をまとっている。岩戸の奥の腰に入れば源の宮への道が開けるだろう。行為。なるほど。ということで